はい、ハストン心さんのインタビューです。テーマ、守護霊について少しお尋ねしたいと思います。まず守護霊っていうのは存在するのかどうかっていうことと、存在するのであれば一人っていうか、一つっていうのか、二つっていうのか、数というのか、そういうところを一つお尋ねしたいと思います。守護霊はいる、うん、で守ってくれてるものっていう人たちは複数いる、一人二人じゃない、うんうん、何名かいる、うん、でそれは例えば今世、はいこのグループに一人っていう感じではない、うん、なぜかって言ったら、例えば時期もそうなんだけど、幼少時代は絵を描くのが好きだったとか、うん、で大人になってからはなんかスピリチュアルにちょっと目覚めてきたっていう人たち、こうやって人それぞれ異なるんだけど、そういった人たちがサポートしていく、うん、その関連してきた人たちが、うん、がサポートしてくるから、だから入れ替わっていく。で、一生ついてる人もいるんだよ。一生ついている人もいるんだけど、その中には交代交代でサポートし合ってる、うん、交代交代で、うん、うん、という、うん、ことですね、うん、ありがとう。